椿ってこんな木でしたっけ。危険、立ち入り禁止。お前、地図見んかい。はい、はあ、やめるかね。頂上まで400m。面白くてためになるトーキングマウンテンの枝地です。秋です。今回は山口県周南市の沖にある人間魚雷回転の島、大津島を紹介します。魚魚ためになるポイントたくさん探してきます。それでは皆さんご一緒に命大事に生きて帰ろう。行くぞ。見るとこはねいっぱいあるんですけども、ざっくり分けて3つ考えております。まず1つ目ですね、現在地ここなんですけど、こちらの採石場、ここがハリウッドに出てくる、なんていうかな、もう大迫力の石切り場があるみたいです。あ、地図にないんだけども、この辺にね、立神山という山があります。この絶景を紹介します。そして人間魚雷回転の発射訓練基地跡、こちらをご覧に入れます。でまずはね、このふれあいセンターで自転車を借りてきます。はい、こちらが大島ふれあいセンターですね。こちらで自転車を借りて石切り場まで行こうと思ったんですけれども、本日は休館日でございます。金曜日が休館日ということでね。というわけで徒歩で石切り場に向かいたいと思います。やっぱり僕ら登山部ですから歩けってことですね。石切り場まではね3キロないぐらいなんで、自転車残念です。土日だけかな。そうですね、うん、土日祝日だけやってるのかもしれないです、うんうん、いつもこうかわからないですけど風がすごく強いです。チャリンコに乗らなくてよかったんじゃないでしょうか。本当ですよ、向かい風でね、漕ぐ方が大変だったかもしれません。はい、こちらがですね、大津島砲台跡入り口、ユマップでは、大津山と書いてありました。その登山口なのかな。ただ他のユマッパーさんの日記を見る限りね、もう道がめっちゃ悪いそうなんでね、今日はスルーします。眺望もないそうです。はい、テクテク歩いて石切り場まで到着しました。ではこれから紹介していきます。これ目の前に見えるのが石切り場でしょうね、うん、残念ながらね、これ看板があるわけですよ。危険、立ち入り禁止とありますね。残念ですね、うん、秋にここを駆け上がってもらうっていうイベントがあったんですけど、そうです。正直ね、僕先週阿蘇見たんですよ。もうあの雄大さ見ちゃったんでね、もうなんだこれと思ったんですよ。秋はなんかね、割と興味津々なんでね、こっちに行くと見えるんじゃないかとか、まあ言いやがってるもんですから。言葉が乱暴になってる。はい、僕は行きたくないんで、で秋行ってきてレポートしてきてください。わかりました。はい。社会見学的な気分で、水場になってますね。こう岩が。なぜ気になったかっていうと、そのなんか石造りに少し興味が湧いたので、ちょっとこっちまで見に来てみたいなと。思いました。でもエラチが退屈してるんで、すぐ戻ります。はい。また同じ道を歩いて帰るんですね。そうですね。でも帰り道は見る景色が違いますから。ああ、前向きで。はい。いいですね。はい。行きは見えなかったんですけど、今目の前に見えてる山、あれが砲台山、大津山ですね。まあなんか存在感があってね。良さげな山ですけど、登りませんよ。はい、スルーします。はい、石切り場からね、だいぶ歩いて戻ってきました。で、今からね、立神山登るわけですけども、ユマップの地図を見るとこちらから行けるルートがあると。今地元の方に情報を得まして、ここ左だよと。おっと大椿っていうね、200年前からある椿があるみたいですよ。ああ、ちゃんと道ありますね、はい、はいはいはい。まだ天気が曇ってきました。おい、晴れ女、
話せや乱暴な面白くなくなると言葉が乱暴になりますからね開けてきましたね。はい、おお、いいよいいよ、だんだん僕も元気出てきたよおお、どうなってるんでしょうかと思ったら車道に出てきました。お、あそこに看板がありますね。椿の教授と書いてあります。これですね。あ、発見した、これですね、これでしょう。おお、あれだ、推定樹齢350年、椿の巨樹、これが椿の巨樹でございます。椿の木ですから時期が来ると花がいっぱい咲くってことなのかな。うん、椿ってこんな木でしたっけさすが樹齢350年ですね、うん、いや、いいもの見ました。では一旦車道に戻ります。まっすぐだ、まっすぐだ、うん、さっきこっからね上がってきましたね。で、こうまっすぐで、この分岐をねどっちに行っても行けるんですけど、左かな。で、あれが立上山っていうことでだろうですね、はい、順調に標高が上がっております。海がねだいぶ下に見えてきましたね。 おっとまた道が2つに分かれております。でもまあ右は無理でしょう、まあ、絶対無理だから左に行ってください。枝村くんの得意なやつじゃないですか。ゴンドラが行ってこいや、あれ全部叩き割ってから。いいんですか、そんな言葉汚くておい行き止まりやないかい、おい我地図見んかい地図見させていただきます。あ、合ってますよ、ルート合っている。はい、ただまあヤンマップの推奨ルートこっちですね。うん、じゃあちょっと戻りますか、ね、通行止めになってるし、これが里山の醍醐味ですから。はい、うん、もうね戻ってすぐですから。でここを右に入ると、これ多分イチジクの木ですね。なんかイチジクの香りがします、うん、またなんか出てきたな、あれはでも開けられそうよ。はい、開けたら閉めておきましょう。あー、でも下っちゃうんだな。今柵越しに降りております。結局降りてきました。はい椿の巨樹を見に行ってきましたってことですね、はいはい、立上山に登る前に、はい、うん、いいもの見れました。お、出ましたね、現在地ここで、で遊歩道を上がってここでしょうね、山頂は。はい、うん、はい、展望広場まで約20分で登れますって書いてありますね。モニュメントがあるそうです。風車があるのかな、うん、でこの展望広場に行くまでに魚雷見張り場跡ですね。おそらく海底の魚雷がちゃんと出たかなっていうのを上から見るんでしょう、うん、なんて書いてあるのこれ。頑張らんにゃの、頂上まで 600m、 うん、これ楽しみじゃないですか、はい、一個一個こうセリフが違うのかもしれませんよ。はい、お次の看板が見えてきましたよ。なかなか偉いちゃの、頂上まで 500m、 これ期待に応えてくれるねこの山、はい、うん、これ山口弁丸出しの標識がいいですな、うん、いいですな。次がお楽しみです。おっと、次の看板が見えてきたんじゃないですか。あ、はあ、やめるかね、頂上まで 400m。 ネガティブですね、ネガティブですね急にやめるわけなかろうがい、ややめんちゃ行くんじゃけもうじゃろがい。ちょっとこっから見えるこの海岸線すごいね、荒々しい、うん、さすが晴れ女じゃの、太陽が来たわや。さっきは疑ってすまんかったの、はい、オンドリアがほんまもんな晴れ女じゃけの、頂上行くと晴れるんじゃけ、うん、行こうぜ踊れ。はい、次の標識が見えました。ここはあえてね2人とも見ずに行きます。さあさあさあ、なんて書いてあるんでしょうか。お、もうちょっとじゃけ、急に前向きになったね。はい、
休憩所が見えてきました。この立上山のあれかな、中間地点かな、ここでちょっと休憩していきます。はい、休憩のお供はスターバックスのコーヒーとローソンのレーズンサブレでございます。いただきます。潮風を感じながらこの甘いレーズンサブレ染み渡ります。コーヒーも、うん、体の中に溶け込みます。美味しいです。うーん、甘い、苦い、合う。はい、お次はアーモンドストロベリーチョコレート、いただきます。甘酸っぱい、アーモンドカリカリ、美味しい。はい、のんびり休憩ができました。では引き続き立上山登っていきます。はい、次の看板が出てきました。なんて書いてあるんでしょうか。もうちょっとでけん、頂上まで 200m、 次で最後かな、うん、なんて書いてあるんでしょうか。次は笑わせてほしいな、笑いが欲しいですね、うん、はい、おそらく最後の看板です。なんて書いてあるかな。やれやれじゃんや、頂上まで 100m、 期待を裏切りませんね。おお、なかなかやるやないか。やりますね、うん、よかったよかった。よかったよかった。やるな、大津島観光協会。そういえばですね、魚雷発射見張り台がちょっとわからなかったですね。はい。もう過ぎたみたいですけど、おそらくさっきの休憩所だったんじゃないかなと。ああ。うんうんうん。海見えましたしね。うん。うんうん、そんなこと言ってましたら出ましたね。はい。はい。右行くと展望広場で、左に行くと魚雷見張り所跡。よかったよかった、うん、ああ。確かに。はい、魚雷見張り所跡ですね。未来の風というモニュメントらしいですよ、これが。おお、すごい、日本海みたいです。